またあったわね。白霊霊夢よ。久しぶりだな。霧雨マリサだぜ。今回紹介するのは、SCP-007JP、廊下の男、オブジェクトクラスセーフ。右上の画像は無力化処理された構造図面の簡略図よ。SCP-007JP はロッカーに保存するわ。それと、建設省や国土交通省などの機関と協力して SCP-007JP っぽい図面や建築物は、認識ができないようにしてから焼却か通路を一つ消去するわ。実験は現在は禁止ね。SCP-007JP による機密事項違反が発生したら、SCP-007JP 保持者にナイフの作り方を訓練させて SCP-007JP を殺害した後記憶処理するよ。ナイフの作り方を教えて SCP-007JP を殺害させるのか。不思議な特別収容プロトコルだな。それだけ厄介なオブジェクトなのよ。説明、SCP-007JP はなんとか県にあるなんとか館とかという洋館の構造と同じか類似する通行可能な廊下を認識した時に生じる異常思考よ。これは、内部構造の図面を見た時や想像した時に発生するよ。廊下みたいな通行可能な部分を想像すると中央ホールに SCP-007JP が立っているよ。SCP-007JP はトレンチコートを着たコーカソイド男性で、国や文化が違くても友好的で好感が持てると主張するよ。SCP-007JP に一度でも遭遇すると、内部構造を思い出せなくても SCP-007JP を想像することができるわ。SCP-007JP は割と自由に発言することが多く、被験者が知らない情報も答えるわ。知らないことを答えれるのは確かに異常だな。ただの想像だったら知らないことは知らないだろうし。SCP-007JP が話す情報は従前でまるで全知全能のように見えるよ。SCP-007JP は記憶処理で無力化できないと思われていたけど、今は戦術のナイフの作り方を覚えることで対処が可能よ。それと、SCP-007JP は何をしても被害を受けないと思われていたけど、今は取り消されているわね。SCP-007JP はちゃんと製造方法が詳しく分かった武器であれば無力化することができるよ。銃とか、刀とか、一人だけ捕食したやつもいるみたいだけど、捕食。この際に、SCP-007JP は一切抵抗しないわ。これにより誰でも覚えやすいナイフの作り方を覚えてから実験するようにされているよ。ここからはインタビュー記録ね。対象 SCP-007JP、インタビュアー山口研究主任。山口研究主任は事前検査で十分な財団への忠誠心が証明されています。山口研究主任には10桁の数字が書かれた封書を携帯させています。実験は簡易的監禁施設の中で行われました。記録開始。あなたの生まれを教えてください。生まれは1987年2月1日。母、黒塗りと父、黒塗りの間に生まれました。SCP-007JP が証言した夫婦は実際にいたけど、子供はいなくて妊娠したことはあるけど流産であったと記録されているよ。あなたはどこにいるのですか？ご質問の意図がわかりませんが、私が実在し、かつ具体的にどこであるのかというご質問でしたら、それをお教えすることはできませんし、あなた様が理解することもできません。強いて言うなればあなた様ご自身のうちにおります。多くの人があなたを知っているようですが。多くの人にお会いしました。皆さん私をよく思ってくれているようで嬉しい限りです。私も君に一つ聞きたいことがあるんだが、いいかな？私の知る範囲でのことなら喜んで助力させていただきます。君には私が今持っている封書の中の数字を教えてもらいたい。67億5148万3527と書かれています。それと封書の内側に武田様の髪の毛が一本入っております。記録終了。終了報告書。封書の中に書かれた10桁の数字は全て正解しており、中に混入していた毛髪は封書の作成作業に当たっていた武田研究員の DNA と一致しました。封書は山口研究主任の情報遮断のための1時間の監禁中に作成されたものであり、山口研究主任が知り得た可能性は全くありません。また武田研究員の DNA 情報へのアクセスログも過去2年間にわたり閲覧の形跡がありませんでした。この実験により SCP-007JP が持つ情報漏洩の危険性が懸念されています。インタビュー実験記録に、対象 SCP-007JP、インタビュアー山口研究主任、吹き、山口博士は携帯型 B クラス記憶処理装置を所持しています。記録開始。君に聞きたいことがあるんだ。私の知る範囲でのことなら喜んで助力させていただきます。
私の勤めている組織に関して、SCP 黒塗りを無力化する方法を教えてくれないか？記録終了、終了報告書、山口研究主任は直後驚いた様子を見せ簡易的監禁施設からの脱走を図り、解放手続き完了までの7秒の間に山口研究主任は所持していた B クラス記憶処理装置を作動させ安定しました。ほい、山口研究主任はその後、O5 への SCP 黒塗り無力化案を提出しました。その中に重大な機密事項違反があったため山口研究主任は処分されました。山口研究主任の SCP 黒塗り無力化案は実施されることなく現在保有されています。おそらく、山口研究主任のセキュリティクリアランスレベルでは知ってちゃいけないことが含まれていたとか、クロステストみたいなことだったんでしょうね。オブジェクトを信用するのは財団としてやっちゃいけないしな。思考殺害実験記録1、対象 SCP-007JP、実験者黒塗り博士。黒塗り博士は事前検査で十分な財団への忠誠心が証明されています。記録開始。黒塗り博士は SCP-007JP にナイフを勢いよく投げることを試行する。何かお困りですか？ナイフは SCP-007JP に突き刺さるが、損傷の一切は確認できない。黒塗り博士は SCP-007JP へ31発の 7.62mm 弾丸による銃撃を試行する。何かお話をいたしましょうか？全ての銃弾は頭部に着弾、その都度弾痕が開くがすぐに塞がる。このプロセス後に損傷の一切は確認できず、SCP-007JP は全く動じていない。黒塗り博士は SCP-007JP の足元で核爆発を試行する。最近は紅葉が綺麗ですね。どうぞなんとか死を誘って紅葉狩りへ出かけるのはいかがでしょう？ SCP-007JP は爆心地で佇んでいる。黒塗り博士は SCP 黒塗りへの暴露を試行する。きっとなんとか死も喜んでくれるでしょう。なんとか死は季節の変化に喜びを感じています。SCP 黒塗りは SCP-007JP に触れることができない。なぜ死なない？なんとか死は紅葉狩りで死ぬお方ではありません。それは確かです。記録終了。終了報告書。あらゆる殺害思考を SCP-007JP は無視しました。この実験の間、私自身は SCP-007JP へ発言したのは最後の一度きりで、 SCP-007JP が何らかの反応を示したのはその最後の発言に対する言動だけです。個人差を考慮し、さらなる SCP-007JP への思考実験を申請します。攻撃は完全に無視されてるな。思考殺害実験記録に、対象 SCP-007JP。実験者エージェント黒塗り、吹き、エージェント黒塗りは銃器製造に携わった経験があり、夜勤技術と鋳造技術に精通しています。記録開始。鉄とアルミを熱し、鋳型へ流し込みできたパーツを組み立て、簡単なリベレーターを製造。何かお困りでしょうか？鉛と真鍮をそれぞれ熱し、鋳型に流し込みできたパーツを組み立て火薬を補充し 9mm 弾丸を製造。察しがつきました。黒塗り師のご命令ですね。どうぞお試しください。リベレーターへ製造した 9mm 弾を装填し、SCP-007JP へ発砲。記録終了。終了報告書。直後 SCP-007JP の頭部へ 9mm 弾丸が命中し、 SCP-007JP は死亡。それ以降エージェント黒塗りの思考に SCP-007JP が現れることはありませんでした。これは有効な SCP-007JP 無力化手順への足がかりとなると考えられ。引き続き SCP-007JP の殺害思考実験を申請します。この実験で SCP-007JP の無力化方法が判明したようね。次の実験は日本刀を作って切り殺したわ。この実験の確認のための実験だから省略するわね。思考殺害実験記録4、対象 SCP-007JP、実験者研究主任、吹き、研究主任は黒塗りの生態調査及び監視をし、生存している数少ない研究者の一人です。記録開始。黒塗りの収容チャンバーに黒塗りを施行。何かお困りでしょうか？黒塗り収容チャンバーに SCP-007JP を入れることを施行。記録終了。収容報告書。黒塗りは SCP-007JP へ数十回噛みつき、SCP-007JP は黒塗りの一般的被害者と同様の形で死亡。その際研究主任は SCP-007JP の顔が引きつり、恐怖に怯えた様子だったと主張。作り方じゃなくても詳しい情報が頭の中にあれば SCP-007JP を倒せるのか。
SCP-007JP 今回は怖がってるな。オブジェクトを刺激することになるし、あまりいいことではないわね。そんなわけで研究主任は機密事項違反で拘留されたわ。O5 からの命令によりこれ以上の実験は禁止になったわ。これで SCP-007JP は終わりね。これ以上の実験は SCP-007JP が敵対的になったら危ないししない方がいいだろうな。でも、何でも聞いたら答えてくれるのはいいな。でも、頭の中に他人がいるみたいで気持ち悪いわね。聞きたいこと聞いたら倒しちゃえばいいんだぜ。いつもやってることだろ。人聞きの悪いこと言わないでちょうだい。向こうが勝手に倒されるだけよ。と話が脱線してきたし終わりにしましょうか。また来てね。また今度な。